昼でも夜でもおはようございます。ヒロです。チューンソフトプレゼンスということで、サウンドノベルの金字塔かまいたちの夜を発売したチューンソフトによる2007年プレステ3用ソフト今引き層の酔っ払い実況を始めていきたいと思います。今日飲んでるお酒は南部美人の純米大吟醸です。非常に美味しい日本酒。じゃあまず皆さんご一緒に、せーの、乾杯。効き目が違うらしいよ。美味しい。またそんなもんやって。大丈夫。皆さんは何を飲んでますか？みんなやってるし。まさか手に入れた。そんなわけでですね、今引き層というゲームは、まあ、サウンドノベルなんですけど、セリフは喋ってくれます。心の中で思ってることは、文字で出てくるので、小説の鍵括弧部分は、人が喋ってくれて、声優さんが喋ってくれて、鍵括弧部分以外は、文字で出てくると。ちなみに、その文章は全部読んでいくつもりですので、このゲーム実況を見る方はですね、特に目を使わなくてもですね、耳だけでも楽しむことができると思います。ちなみによく噛みます。そして唐突にラップしたりすることもあると思うんですけども、それも酔っ払いのたわごとだと思って楽しんでいただけると幸いです。オープニングムービーはですね、伏線というわけではなくてですね、まあ、だからこうなったのねみたいな、そういったところなので、そこまで、注意深く見ておかなくても特に支障はないです。今回のこの今引き層、目とかね、アップは出てくるんですけど、人の顔ははっきりとは見えない作りになってますね。おのおの、このゲームをやる人が想像して楽しむ、そういった形ですね。題名が出てきました。では初めから。ゲーム中の物語は全てフィクションであり、登場する人物及び団体名とは全て架空のものです。解明編を考えるとここもちょっと深いですよね。どうして僕のところに。幻覚だ。あんなもの幻覚に違いない。ダメだ、目を合わせちゃいけない。ちなみにこれ主人公ですね。ダメだ。全ての始まりはあの日だったのかもしれない。ちなみにそのあの日というのがですね、プレステ3版だけやってもわからないという不親切設計になっております。マンデー、月曜日というわけで、月火水木金曜日まであるゲームです。半分は夢の世界にいたところを眩しい光によって現実に引き戻された。机に突っ伏していた僕は頭を上げて周囲を眺めた。数人の学生が講義室のカーテンを開けている。窓の外には気持ちよさそうな初夏の青空が広がっていた。こんなにもいい天気なのにドラッグの講義を受けているなんて不健康なんてもんじゃない。教壇の上で淡々と話しているのは薬学を専門としている教授だ。医学博士でもあり、週1回薬が社会に与える影響についての講義を行っている。この講義を取ったのは最近ドラッグの噂をよく耳にするからだ。詳しいことは知らないのだが、妙なものが巷に出回っているらしい。もっともそのドラッグ自体に興味があるわけではない。ドラッグが危険というのは誰もが知っている常識だ。それなのに手を出してしまう人間がいるのはなぜだろう。僕の関心事項はドラッグに落ちていく人間の心理だった。しかし講義は延々とドラッグの危険性を訴えるもので、どうしても意識が夢の世界へと向かってしまう。ゆっくりと落ち着いた口調は眠りに誘う催眠術のようなリズムだ。耐えきれなくなって大きなあくびを一つした。意識があったのはそこまでだった。僕は深々と枕代わりのリュックに頭をうずめていた。グラ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 。牧村ひろきくん、朝ですよ。ん？なんだ？誰かが肩を揺らしている。ツンツンツン、ツンツンツン。これは実際コントローラーが揺れてます。さてどこを疲れているのか？今度は頬をついてくる。誰なんだろう？メリハリの効いた刺激によって目を覚ました。
早瀬真奈美が呆れ顔をしながら僕の頬をペンでついている。この青いところはですね、説明が出ます。真奈美の基本情報、乙女座、身長162センチのスレンダー体型、合格最低点スレスレで入学できたヒロキと対照的に非常に優秀な成績で現役合格した。真奈美はその学力を鼻にかけることなく授業についていけないヒロキを親身になってサポートした。そんな彼女にヒロキが惹かれたのはごく自然なことだった。おはよう、一緒に朝ごはんでもどう？もちろん今は朝なのではない。もう昼飯の時間か。思い切り大きく伸びをした。講義はとっくの昔に終わったようだ。講義室には学生がほとんどいない。学食でも行こうか。僕は真奈美を見ながら言った。あれ、それ何？荷物をまとめて席を立とうとした時だった。真奈美が机を指さした。机に落書きしちゃダメじゃない。え？落書き？そう言われてみれば机に何やら絵が描いてある。僕じゃないよ、こんな絵描いてないって。いや待てよ、この席に着いた時机に落書きはなかった気がする。ここもですね、プレステ3版をクリアしても謎のままだったところですね。僕はうっすらとした絵をじっくりと眺めてみた。鉛筆でラフに描かれているだけなのに妙に生々しい感じがする。いつまで見てるの？先に行くわよ。待ってくれよ。真奈美は学食に向かって歩き出した。落書きをそのままにしリュックを持って後を追った。立ち止まって振り向いた真奈美はかすかな笑みを浮かべていた。どこか寂しげで影のある表情だった。もうどれだけ彼女の曇りのない笑顔を見ていないのだろう。真奈美と初めて会ったのは大学1年の時だった。サークルの新入生歓迎コンパではにかんだ笑顔が素敵な女の子を見つけた。それが真奈美だった。僕は一目見て彼女のことが好きになった。もっともそんな感情は大学3年になった今でも胸にしまい込んだままである。気持ちを伝えたところで真奈美は戸惑うだけに違いない。なぜなら彼女の心の中心には一人の男性の存在が深く刻まれているからだ。いつもラーメンね。ここのは毎日食べたって飽きないんだよ。家庭的な味っていうのかな。徹夜の仕事後にちょっとすすりたくなるんだ。学食のカウンターで僕はラーメンを注文した。うちの学食のラーメンは値段の割になかなかいける。そこら辺にあるラーメン屋よりは絶対に美味しい。自信を持って断言できる。最近学食以外ではラーメンを食べなくなったぐらいだ。徹夜って何の仕事してるのよ。それはあくまでも例え。とにかく本格的じゃないけど心安らぐ味なんだ。隣に並んだ真奈美は A ランチを注文した。学食のいつものおばさんからカウンター越しにラーメンの丼を受け取る。醤油の香ばしい匂いが鼻をくすぐった。僕の意味のない力説を真奈美は楽しそうに聞いていた。もっともその表情はやっぱりどこか硬い。あの一件以来僕は彼女の心からの笑顔を見ていなかった。ねえ、最近何か面白い本ない？何気ない感じで真奈美が聞いてきた。そうだな、面白い本といえば、あ、漫画とかじゃなくてね。先に釘を刺されて困ってしまった。漫画以外で進めることができそうな本か。そうだ、ちょっと前に読んだホラー小説で面白いのがあった。あ、ホラーとかミステリーも嫌だな。僕はがっくりとうなだれた。いやいや、そういうのにだって優れた作品はあるんだ。まあそれはそうかも。ここはなんとか知的なところをアピールしたいところだった。もっともなけなしの読書量で勝負するしかないのだが。じゃあその優れた作品のタイトル教えて。真奈美が興味津々という顔をしている。さて困った、偉そうに主張した以上何か立派な本を紹介したい。タイトル、なんだろう。そう考えてみると何も頭の中から出てこない。仕方ない。悪い、忘れた。僕はおどけながら言った。何それ。真奈美は口元に手を当てた。実際ここはですね、2回目以降は選択肢が出てくるところなんですね。1回目はない、一度クリアすると違う展開になる、そういったこともありますね、このゲーム。笑顔の一歩手前というところだろうか。それでも大前進だ。ここのところ僕と真奈美はたわいない会話でも時間が潰せるようになった。本当に時間がかかったけれど彼女との距離が縮まっている手応えがある。ああ、いたいた。甲高い女の声が聞こえた。一緒にいい？こんな声を出すのは
皆川香織しかいない。香織はいつものようにゴスロリファッションだ。香織の基本情報、サソリ座、身長150センチのぽっちゃり体型、レースがふんだんに使われたゴスロリ衣装で大学構内をかっ歩する姿は良くも悪くも人目を引くが、本人は至って気にしていない。ヒロキを好きだと公言しているものの、あまりにアピールしすぎるので周囲には本気だと思われにくい。全く学校に来るような格好じゃないだろう。香織の後ろには渡辺正人もいる。正人の基本情報、伊手座、身長175センチの肥満型、大学には奨学金制度を利用して在学中。見た目通り食欲旺盛、好物はカレーだがどんなまずい料理でも笑顔で食べることができる。体格に反比例して気が小さいので、よく周りにからかわれては笑われている。ポカをやらかしても笑って済まされる愛嬌の持ち主。二人とも僕が所属している野草研究サークルの仲間である。野草研究といっても実態はイベントサークルのようなもので、キャンプのついでに野草を摘むこともあるというぐらいの活動内容だった。私、ヒロキの隣ね。僕はマナミの様子を気にした。しかし関心度ゼロといった表情だ。ほっとしたような寂しいような。何何、お邪魔だった。香織が僕の顔を覗き込む。そんなことないよと言ったものの、内心ではお邪魔だよと断言していた。だいたい香織は何かと僕にベタベタしてくる。それはファッションにさえ目をつぶれば香織もそこそこ可愛いと言えるのかもしれない。だが僕はマナミ一筋なのだ。他の女性によそ見をするつもりなどない。ヒロキ、余分に買っちゃったんだけど飲むか。マサトがペットボトルのお茶を差し出した。いや、もう前からお茶をもらうのもな。貧乏学生のマサトからおごってもらうのは気が引ける。とにかくもらってくれよ、頼むよ。僕が断ってもマサトはペットボトルを押し付ける。あまりにもしつこいのでもらうことにした。わかったって。ペットボトルを手にするとキャップを開けた。そんなムキになるなよ。僕は少しだけお茶を口に含んだ。なんだこれ、妙に焦げ臭い。やだ、どうしたの。このお茶変な味するぞ。え、そこの自販機で買ったんだぜ。あまりの苦さに僕は顔をしかめた。これはなんでなんでしょうかね。後で謎は解けるんですが、いたずらでもされたのかと思ったが、マサトの驚き方を見るとそうではないようだ。賞味期限が切れてたとか。もしこれがみんながグルになってのドッキリならば、僕の反応を見て爆笑が起こっているだろう。マナミが心配そうな顔をしている。ペットボトルのラベルを見たが、日付の部分はすれて読めない。まったく、腹を壊したら責任取れよ。ああ、悪かった。ただの賞味期限切れとは思えないような味だったが、ほとんど吐き出してしまったので大丈夫だろう。頭をかきながらマサトはボソリと言った。貧乏学生なんだから水道の水を飲んでればいいんだよ。そりゃそうだ。まったく、慣れないことなんてするからだ。マサトが苦笑いを浮かべると二人もつられて笑った。マサトを選択すると1回目とは違ったマサト情報が得られるんですけど、この実況ではスルーしときましょう。それはそうと、さっきの講義どう思った。マナミが話題を変えた。あの教授の話し方って眠すぎるよな。どうもこうもほとんど眠っていたから僕は答えようがない。マナミは僕の方を見て口調した。講義？私も寝てた。香織はあっけらかんと言った。お前はどうだった。結構真面目に聞いてたよね。僕はマサトに振った。マナミが意外そうな顔をするが、マサトは心ここにあらずといった様子で黙り込んでいる。マサト、聞いてるのか。え、ああ。あ、やっぱり眠り。妙にマサトの歯切れが悪い。香織が突っ込む。いや、聞いてたよ。特にドラッグと幻覚の話とか。なんだかマサトの様子がおかしい。いつものお調子者らしくなかった。何か悩み事でもありそうな雰囲気だ。確かに怖いよね。本当はいないのに何か見えたり聞こえたりするなんて。マナミが真面目な顔をして言う。だけど一人でいるときは退屈しないんじゃない。ドラッグによる幻覚と幻聴か。まあ僕には関係のない話だ。火の方は1時間ほど前に鎮火しました。ふざけた調子で言いながら、僕は何気なく学食のテレビを見た。テレビではワイドショーを放送していた。あれ、駅前じゃない。事件でもあったのかな。画面には見覚えのある風景が映っている。香織がテレビを指さした。マナミも画面を見つめる。死亡したのは現場にいた男女8人、関東芸術大学に通う大学生とのことです。レポーターの後方に焦げ跡のついた建物が映っている。
どうやら駅前のビルで火事が起こったようだ。画面に死亡した学生たちの顔写真が映し出された。マサトが荒っぽく椅子から立ち上がった。僕は、そんなわけでこうやって選択肢によってその後の未来が変わってくるのがこのゲームの面白いところですね。今回は A を全部選んでいきたいと思います。というわけでマサトの様子が心配になった。顔面からは血の気がうせ、体が小刻みに震えている。俺帰る。あまりにもか細い声だった。大丈夫かよ、具合でも悪いのか、どうしたんだあいつ。僕が声をかけてもマサトは振り返ることなく足早に学食から出ていった。店員によると大学生たちの数人が自分の体に火をつけ、集団自殺、そこから店内に火が回ったそうです。テレビではまだニュースが続いている。香りが暗い顔をする。なんか気味の悪い事件だ。ぼんやりと画面を眺めていると妙なものに気づいた。ビルの壁についている黒い焦げ跡、まるで人の姿をかたどったようだ。偶然の産物なのだろうが気になって見入ってしまう。やけに真剣に見ているね。真奈美が不思議そうに言う。いや、あの後ろの焦げ跡がさ。僕が画面を指さすと、あれ焦げ跡。いや、ちょっと。黒い焦げ跡は消えていた。あんな変わったものを見間違えるとも思えない。なんだか心に引っかかる。しかしワイドショーは事件現場から芸能ニュースへと切り替わった。これが事件の始まり。おい、ヒロキ、待てや。午後の授業を控えたマナミと別れ、サークルの部室に向かっていると、後ろから能天気な声が聞こえてきた。振り返ると同じサークルの中森健吾が駆け寄ってきた。健吾の基本情報、双子座、身長169センチの痩せ型体型、トレードマークになっているヒゲはただでさえ濃い顔をより濃い顔をより濃い印象にしている。二浪した挙句ギリギリ補欠合格で、大学に入っただけあって成績は優秀とは言えない。興味のある分野はオカルト全般、怪しいグッズに目がなくうさんくさい商売文句にすぐ引っかかる。健吾は二浪しているので僕より年上だ。だからといって頼りになるわけでもなく、サークル内ではむしろトラブルメーカー的存在だった。去年の夏の野草観察&テニス合宿では宇宙人を呼ぶと言い出し、コートに変な絵を描いてメンバーたちの大顰蹙を買った。もっとも本人はベントラーって掛け声がダメだったかと意に返してはいなかった。生で見ちゃったよ、駅前の火事。テレビカメラいっぱい来てたぜ。ケンゴは目を輝かせながら興奮した調子で話す。火事現場に遭遇したことがそんなにも嬉しいのだろうか。目の前で死体を運んでてさ。いや、人間の手ってあんなになるんだな。こういうムービーも出ます。ケンゴの下世話の物言いに僕はへきへきした。一通り火事の話を面白おかしくすると、ケンゴは思い出したかのようにカバンから小さな袋を取り出した。そうだ、これ知らなかったな。何それ。お前もキャンプに来ればよかったんだよ。袋の中には黒い錠剤が入っている。先週末サークルのメンバーたちは郊外のキャンプ場に2泊3日で遊びに行った。しかし僕はとある事情で参加していない。夜中にみんなで飲んでさ、もう最高に盛り上がったぜ。ケンゴは怪しげな錠剤を僕にひけらかす。選択肢 A 行きましょう。そんなのやめとけよ。流行ってんだよ、学校でもやってるやつ見たしな。得体の知れない錠剤に嫌悪感が湧き上がる。ケンゴはバカにしたように鼻で笑った。流行りだかなんだか知らないが、この年で悪ぶってるなんてまるで子供だ。 B ちゃん来るよこれ、俺の一押し。お前もどう。出た、来るよこれ。ケンゴの口から聞いたら信じられないもの第一位だ。もちろん今まで来た試しはない。ビジョンとやらも決して来ることはないだろう。やめとくよ。僕ははっきりと断った。飲んだ場所もいい感じでさ、近くにヤバい屋敷があって。場所なんてどうでもいいって。だが全くケンゴに聞いている様子はない。話してるうちに警部はどんどん興奮してくる。話を途中で遮るように言った。事故りかけの朗読だ。どうでもよくないんだよ、こいつは心霊スポットで飲むと。だからそのビジョンを飲むとどうなるんだよ。あまりに一方的な物言いに僕はだんだんとイライラしてきた。きつい口調で詰め寄るとケンゴの態度が急に冷めていった。パーッと楽しくなるだけだって。もういいだろ、サークル以外の連中には言うなよ、いろいろとうるせえから。ケンゴは錠剤の入った袋をカバンにしまった。ぶっきらぼうに言うとケンゴはフラフラと校舎の外に出ていく。その後ろ姿を見送ると僕は校舎裏にあるサークルの部室に向かった。
この動画では出てこないんですが、あとアスカとカズコっていうカップルでゲームに登場するサークルメンバーは全員です。サークルの部室はすぐ裏が雑木林になっていて日当たりも良くない。学校側にはイベントサークルとみなされちゃんとした部室を与えられなかったのだ。そんな部室でもサークルのメンバーが集まると居心地は悪くなかった。暇さえあればここに顔を出すのが僕たちの習慣になっていた。って書いてあったと思います。サークルの部室に入ると香りが花瓶に花を飾っていた。その花は？綺麗でしょう。キャンプで摘んできたの。ほら、一応ここ野草研究サークルだし。あまり見たことない黄色い花だ。花をいじりながら香りは嬉しそうに笑った。これが元凶、みんな絶望。今引き草って言うんだって。聞いたことのない花だった。ねえ、今引き草の花言葉って知ってる？僕は黙って首を左右に振った。そもそも花言葉なんて一つも知らなかった。教えてあげようか。香りが得意げな顔をしている。あまり興味はなかったが一応は聞いてみることにした。今引き草の花言葉はね、開墾なの。開墾？悔やむとか恨むとかのね。首をかしげていると香りが続けた。それで開墾のハーブとも言われているそうよ。花言葉といえば普通は希望とか愛ではないだろうか。開墾とは随分変わっている。この花がね、キャンプ場の一面に咲いていたんだよ。開墾がそこら中に満ちていたってわけ。怖いでしょ。適当に調子を合わせた。僕を怖がらせようと思っているのだろうか。やけに香りの顔は楽しそうだ。いや別に。だったらこれはどう？この程度の話で震えるわけがない。香りは向きになっていった。キャンプ場のそばに心霊スポットがあったの。誰も住んでいない古い屋敷でね、私たち何も知らないで入っちゃったの。そういえばケンゴも同じようなことを口にしていた。彼女の表情がわずかに曇った。当時のことを思い出したのだろうか。それで？なんかね、戦前からの建物らしくて何度も持ち主が変わっているんだって。僕が食いついてきたせいか香りの口調が深刻になってきた。戦前の建物なんて別に珍しくもない。早いところ話の核心に入ってほしかった。それで最近の持ち主が改築したんだけど、そうしたら地下室から。香りは続きを言いよどんだ。なんだよ、最後まで話せよ。いいの？僕の顔色を伺いながら香りが小声でつぶやく。何が？最後まで聞くとヒロキも呪われるよ。香りが真剣な顔をして見つめてきた。じゃ、やめとく。あっさり言うと香りは頬を膨らました。なんでよ、最後まで聞いてよ。香りにしてはなかなかよくできた話だった。どうせ誰かの受け売りだろ。バレたか。小さく舌を出して香りはうなだれた。でも、楽しかったよ。ヒロキも来ればよかったのに。あまり触れられたくないことを言われた。ちょっと用事があってさ。後ろめたいことがあるのでつい言葉が上ずってしまった。何の用事だったの？すると香りが何かを勘ぐるような目をした。刺さるような視線が送られてくる。別にいいだろ。いたたまれなくて目をそらした。誰かとデート？そんなわけないだろ。なんでそこまで言わなくちゃいけないんだよ。本当は用事なの何もなかった。マナミがキャンプに行かないというので僕も不参加を決めたのである。マナミが参加しないキャンプはあの醤油ラーメンのない学食みたいなものだ。僕にとっては全く価値がない。私はヒロキとキャンプに行きたかったのに。寂しげな声に少し困惑した。そんなことを言われてどう返答すればいいのだろう。香りは僕の言葉を待っている素振りだった。というわけでとりあえず今回は全部 A 行きます。次は必ず行くよ。慰めるつもりで言った。うつむいて黙ってしまった香りを見ると放っておけなかった。香りがすごい勢いで聞き返してくる。本当？うん。思わずうなずいてしまった。どうしよう、少し焦ったような気持ちになってくる。じゃあ二人で行こう。いつ？それは少し困る。そこまでの仲じゃない。来週とか。さっきとは打って変わって香りが目を輝かせて見つめている。いいよ、どこ行く？引くに引けなくなってきた。香りのテンションがますます上がる。ここまで期待されていると断りきれなかった。任せるよ。やったー。じゃあ調べておくよ。
任せといて。香織は嬉しそうにはしゃいでいる。ダメだ、いくらなんでもこれ以上ぬか喜びをさせるわけにはいかない。香織は分かりやすく目を輝かしていて言いづらい。あのさ、うん、ごめん、来週はその。香織の顔色が変わった。その次は？そうじゃない、予定とかそういう問題じゃない。僕はそう言いたいが、それを言ったら香織が傷つくことを恐れて何も言えなかった。香織は僕の色良い返事を期待している。それが僕にとっては重かった。まだわからない。香織の表情が一変した。また悲しそうな表情だ。罪悪感を僕の胸の中に感じた。もしかして行きたくない？香織の指摘に僕は何も言えなかった。別に邪険にするつもりはないのに。僕は自分の気持ちをうまく表現できないことに苛立ちを感じた。それっきり会話は途絶えた。重苦しい空気が物質に流れる。なんだか嫌な雰囲気になってきた。ひろきがどう思っていても諦めないから。思い詰めたような言葉だった。ひろきのことを好きなのは自由でしょ。そう言うと香織は物質を出ていった。僕は大きなため息を一つついた。はい、というわけでね、この主人公まなみとうまくいくのか、香織とうまくいくのか、どっちともうまくいかないのか、男に走るのか、主要キャラクターもまだ出揃ってはいないですが、そろそろちょうどいい時間になったので締めたいと思います。今引きそう酔っ払い実況いかがだったでしょうか。この後ですね、今出てきた仲間たちがどん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 死んでいきます。まあ気になった方はね、プレイステ3、Wii とかもあるのかな、今引きそうチェックしてみてください。というわけでわーわー言うとります。お時間です。さようなら。ヒロでした。